カールグスタフ・ユング、カールグスタフ・ユング、カールグスターベ・ユング、1875年7月26日から1961年6月6日は、スイスの精神科医、心理学者、ブロイラーに指示し、真相心理について、研究、分析心理学、ユング心理学を創始した。スイス、トゥールガウ修湖畔のケスビルプロテスタント、改革派牧師の家、 ドイツ系に生まれる。少年期は、己の内面に深い注意が向けられ、善とある、神と人間についての思索に没頭し、学生時代は、ゲーテ、カントやニーチェの著作に感銘を受け、後の心理学者としての著作に、ゲーテの、ファウストやニーチェの、サラトゥストラ各語り木への言及も多く見られる。内的な基盤を持たない形式的な信仰というものに疑問を感じ、 牧師という職を継ぐことを、特には望まず、同名の祖父と同じ名門バーゼル大学で医学を、特に、クラフトイコールエビングの影響で、精神医学を学んだ。この同名の祖父には、ゲーテの死生児だという伝説があった。学位論文は、霊媒現象を考察した、いわゆるオカルト現象の心理と、病理、図はピシコロージウントパターラジーソジェナンターアカルター、ファノミニ、 1900年12月からは、中理ヒ大学で、オイゲンブロイラーの下で助手を務めるが、1909年には、大学を離れて、個人開業を開始する。1900年には、ジークムント・フロイトの夢判断に触れるものの、当初は特に影響がなかったが、1907年からは、進行を開始している。1904年には、 勤務先の中理被大学に入院してきた患者のザビーナ・シュピールラインと治療を通して親しくなり不倫関係となった。ザビーナはユングと別れた後にフロイトに指示し精神分析家となる。生理学的な知識欲を満たしてくれる医学や歴史学的な知識欲を満たしてくれる考古学に興味を抱き友人と活発に議論を交わし、 やがて人間の心理と科学の接点としての心理学に道を定めた。精神疾患の人々の治療にあたるとともに、疾患の研究も進め、特に当時不治の病とされた分裂病、統合失調症の解明と治療に一定の巧妙をもたらした。ヒステリー患者の治療と無意識の解明に力を注いでいたフロイトと一時親しく意見を交わした。 1911年には国際精神分析協会を設立し、その初代会長になる。フロイトでなく、ユングなのはユダヤ人以外を会長に選ぶ目的があったためである。ところが、フロイトとは別に神話研究に励むユングは、次第にフロイトとの理論的な違いを表に出し始め、1914年には国際精神分析協会を辞して、 フロイドラとタモトウは勝つことになり、中理被大学医学部の試向師の職も辞任した。精神分析の運動から離れ一人研究を進め、1916年には、石油オージョン・ロックフェラーの4、ジョイディス・ロックフェラー・マコーミック、1872年から1932年の助力で、心理学クラブを設立し、分析心理学の確立に努める。このクラブには、 ヘルマンヘッセも訪れている。このマコーミック夫人の縁で、ジェームス・ジョイスを知り、ユリシーズの批評も書いている。1922年には、スイスのボーリンゲンに土地を得て、塔の建設を開始する。また、1921年には代表作、心理学的類型タイプ論、原型論とも、を公開する。1928年、ユングは、 リハルト・ウィルヘルムの手による中国道教の錬金術のドイツ語訳を入手し、マンダラに夢中になる。これにコメントをつけて、1929年に黄金の花の秘密というタイトルで版した。1948年に共同研究者や後継者たちと共に、スイスチューリッヒにユング研究所を設立し、ユングハリン症心理学の基礎と伝統を確立した。 また1933年からは、アスコナでエラノス会議において、主導的役割を演じることで、深層心理学、神話学、宗教学、哲学など多様な分野の専門家、思想家の学際的交流と研究の場を開いた。開催をしたオルガ・フレーベ・カプタインは、ユングに強く協力を求め、ユングが参加できない場合は廃止も辞さない構えであった。 これには1951年まで出席する。ここで、鈴木大説、ミルチャイリアーで、ハーバートリードラと信仰を結ぶ。1946年に、天意の心理学。1951年に、アイオーン。1955年と1956年には、結合の神秘の第一巻と第二巻が出版されている。これらは、70歳を過ぎての著作であった。 1961年6月6日正居、中立州のキスナ派と改革派協会に葬られた。死の直前まで、ユング唯一の一般向け著書、人間と象徴を、ジョゼフ・ヘンダーソン、アニエラ・ヤッフェ、ヨランド・ヤコビーの3人と分担して、英語で執筆し、ユング自身は担当する、第1章を、死の10日前に書き終えた。著作の大半は、下記のように、 ドイツ語でなされた精神科医であったユングは当時の精神医学ではほとんど治癒できなかった各種の精神疾患に対する療法の確立を目指しピエール・ジャネやウィリアム・ジェームズらの理論をもとにした心理理論も作していたフロイトの精神分析学の理論に自説との共通点を見出したユングはフロイトに接近し一時期は蜜月状態1906年から1913年 となるが、徐々に方向性の違いから距離を置くようになる。ユングがそのキャリアの前半において発表した連想実験は、フロイトの自由連想法を応用して、言葉の錯語と応答時間ずれ等を計測し、無意識のコンプレックスの存在を客観的な形にしたいうことで、科学的な価値を持ち、フロイトもそのために初めは、喜んでユングを迎え入れた。両者の 初めての開校において交わされた対談は10時間を、腰、以後両者は互いに親しく、手紙で、近況や抱負、意見を伝え合った。しかし数年の交流のうちに、両者の思考性の違いが次第に浮き彫りになってきた。フロイトは無心論を支持したが、ユングは、神の存在に関する判断には、保留を設けた。またユングは、フロイトとアルフレッド・アドラーの学を比較、吟味し、 両者の心理学は、双方の神聖の繁栄であるとし、外的な対象を必要とする、性を掲げるフロイトは、外交的、自身に関心が集中する、権力に言及するアドラーは、内交的であるといった考えをし、別の視点からの判断を考慮に入れた。ユングは、歴史や宗教にも、関心を向けるようになり、やがてフロイトが、リビドーをすべて、 性に還元することに意義を唱え、はるかに広大な意味を持つものとして、リビドーを再定義し、ついに決別することとなった。ユングは後に、フロイトの言う、無意識は、個人の意識に抑圧された内容の、ゴミ捨て場のようなものであるが、自分の言う、無意識とは、人類の歴史が眠る方向のようなものである、と例えている。ユングの患者であった。 精神疾患者らの語るイメージに不思議と共通点があること、またそれらは世界各地の神話、伝承とも一致する点が多いことを見出したユングは人間の無意識の奥底には人類共通の素地、集合的無意識が存在すると考え、この共通するイメージを想起させる力道を原型と名付けた。また、晩年、物理学者のウォルフガング・パウリと共に教授生、 シンクロニシティイコール意味のある偶然の一致に関する協調を発表した。ユング心理学、分析心理学は個人の意識、無意識の分析をする点ではフロイドの精神分析学と共通しているが個人的な無意識にとどまらず個人を固衛人類に共通しているとされる集合的無意、普遍的無意識の分析も含まれる。ユング心理学による心理療法では 能動的創造法も取り入れられている。能動的創造法とは、無意識からのイメージが意識に現れるのを待つ、心理療法的手法であ。また、ユング心理学は、他派よりも、心理現象において夢分析を重視している。夢は、集合的無意識としての、原型イメージが、日常的に表出している現象でもあり、また個人的無意識の発露でもあるとされる。 夢の分析はフロイトがすでに重視していたことであった。しかし、ユング心理学の夢解釈が、フロイトの精神分析と異なる点は、無意識を一方的に、灼子定義で解釈するのではなく、クライアントとセラピストが対等な立場で夢について話し合い、その他義的な意味、目的を考えることによって、クライアントの心の中で巻き起こっていることを自由的に生かそうとする点にある。 ユングは、フロイトとの決別以後も治療を続けた。ただ、彼は、人生の方向を決めるのは治療者ではなく、クライアントであるとし、クライアントの無意識的想像力を信頼した。ユングの始めた、心理学セラピーは、その後も治療者の数を増やし、比較的軽度のクライアントのカウンセリング主体の治療法として定着し、日本でも、 臨床心理士等の資格が作られ、強精神医療の大きなウェイトを占めるまでになっている。また、日本において、ユング心理学が、ここまで大きなものになったのは、その心理臨床において、箱庭療法を積極的に取り入れ、多くの著書を発表した、河合駿の功績である。ナチスが政権を取った1933年、ドイツ精神療法学会が改編されることになり、 ヒトラーに反対したユダヤ人のエルンスト・クレッチマーがその会長を辞任。新たに設立された国際精神療法学会の会長にユングが就任した。これをもってユングはナチスに加担してクレッチマーを追い落としたと一部に言われた。後にユングは精神療法という学問分野を守りたかったので非ユダヤ人である自分が会長職を引き受けたと述べている。彼は実際、 ナチスからの影響を逃れるために国際精神療法学会の本部を水の中立費に移しドイツ国内で身分を剥奪されたユダヤ人医師を国際学会で受け入れ学会誌にユダヤ人学者の論文が掲載されるように図ってもいる。けれどもナチスが国際精神療法学会に干渉してナチスへの忠誠を誓うマニフェストが学会誌に掲載されたために 会長のユングは激しく非難された。ユングはこの非難に対しては即座に反論したものの、今日に至るまでユングとナチズムとを関係づけ、非難する意見は存在する。しかし、ユングはユダヤ系のシフロイトにも支援の意図について打診しており、長年にわたってユングの秘書を務めたユダヤ人アニエラやフェによれば、ナチスへの対応には甘いところがあったが、ユングは、 ナチスの反ユダヤ人政策には明確に反対しており、ユダヤ人のドイツ脱出支援活動にも関与していたようである。また、ユングが戦前において、人々の群衆心理への系統、及びそれに伴う暴力性の発言に対して、警鐘を鳴らしていた記録や、ヒトラーに関連した事象がもたらす、危険性について警告していた記録残っている。ユングはその学位論文、 いわゆるオカルト的現象の心理と病理において、10枚、ヘレーネ・プライスベルクを霊媒として開かれた、高霊会を扱ったこと、ただしこの論文では神秘的要因でなく精神の、病理的状態に返されている。また、錬金術や先生術、中国の液などに深くコミットしたことにより、オカルト主義的な傾向を見て取られ、また神異教主義的な人々から、その予言者と見られる傾向がある。 これにはおそらく母方のプライソベルク家が霊能者の家系として著名だった出自も影響していると思われる。また、集合的無意識や原型などの一般の生物学の知見とは入れない概念を提起することによって20世紀の科学から離脱して19世紀の自然哲学に逆戻りしてしまったという批判がある。またフロイトもユングとまだ決別する前に オカルティズムを拒絶するよう強く求めた一方で、ユング自身は、夢に見られる原型に関して、遺伝に関連づけて言及していた下りがある、分析心理学。無意識に蓄えられている、遺伝情報は莫大であり、人の申請がそれを基礎にしているからには、その生み出すものも、その起源を遥か過去に遡ることができるとする。 解釈も可能であり、遺伝情報内の大量の経験データの中には、人に平均して訪れる体験の体系も含まれていると考えた場合、原型の普遍性も説明できるであろう。また、そうした無意識内容を生み出す傾向というユングの説明の付与は、人間が普遍的な基盤に立脚しながらも、決して固定された構造ではなく、これが生物学的な本能に縛られた動物と違う。 点である変化の可能性を秘めていることを示唆している。無意識と意識の調停作業は、ユングの言う、個体化に結実する。ただし19世紀末から20世紀初頭の状況は、一方では、精神医学を極めて機能主義的に捉えることのみが、科学的であり、心の治癒といったものを語ることはできないという流れがあった一方で、アカデミズム以外で、 オカルティズムの大流行があったのみならず、ウィリアム・ジェームズのような学者も、心霊主義の実験に乗り出すなど、心の問題に関するアプローチは現在以上に定まらない頃もあった。こうした問題に関して、ユングに批判的であった、フロイトも、そもそも正義論を打ち立てるのは、オカルトの黒い本流に対する、堅固な情態を築かねばならないからだという動機口にしており、 こうした問題に必ずしも安定した姿勢で望んだばかりいたわけではなかった。また、ユング自身は極めて厳格に学問的な方法論を意識して研究を進めていたという主張もあり、こうした点について決定的な評価を下すことはまだ難しいと言える。しかしながら、オカルトはユングの研究対象であったのか、それともユングの心理学そのものがオカルトであったのかということは、 しばしば誤解を生んでおり、春別しなければならない問題であろう。ユングの著作は、ユング全集に、ほぼすべての重要な論文、単行本を含むが網羅されている。全20巻の構成となっている。ドイツにおいて、ギャザマルタは、ワーカフォン CG、ユング、ワルテル・バーラグとして出版されている、GW と略する。英語版は、ユングの監修のもとに翻訳が行われている。 The Collected Works of C.G. Young 代表的な著作としては以下のものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。